覚悟はいいか。始めるぜ。えらく冷めた目をしてるね。なんでハンターなんかやってるのさ。お前に知る必要はない。行くぞ。マイトを殺したのね。あんたもサイキッカーならわかるだろう。あいつは私たちサイキッカーの敵、ノアの敵なのよ。サイキッカーもノアも関係ないわ。そなたをこのまま見過ごすわけにはいきませぬの。それって口説いてるつもりなのかしら。その力を封印させてもらいまする。しばしお付き合いいただけますかな。僕を殺すのか。殺しに来たんだろう。どうしたのエミリオ。まさかあんた操られてるんじゃ。エミリオ、どうしてエミリオ。ノアのため、兄さんのためなら何でもするわ。そんなのってひどすぎる。私は認めないわ。サイキッカーのくせに人間に組みする裏切り者が。裏切り者だと。ふん、貴様らクズサイキッカーと仲間だった覚えはないぞ。俺は貴様らとは格が違うのさ。面白いね。その格の違いとやらを見せてもらおうか。おやおや、勝手に人の部屋に入るなんてマナーの悪いお嬢さんですね。私は客よ。ここではお客様にお茶も出さないの。面白い人ですね。では私なりのおもてなしをして差し上げましょう。兄さん、嘘でしょ。目を開けてよカルロ兄さん。畜生、畜生、一体誰が。お前はガデス。いや、一足遅かったな。そういやカルロのやつ、死に際に貴様の名を叫んでたぜ。美しい兄弟愛だな。ガデス、貴様は許さない。貴様の存在は許せない。髪の毛一本だって残すもんか。全て焼き尽くしてやる。いいねいいね、楽しませてくれよ。敵を取ったよ兄さん。カルロ兄さん。兄弟仲良くあの世で暮らすんだな。これからもずっと一緒だよ兄さん。